はいはい、お市長です。ちょっとエリアハイランドに所用できとるんですけど、この機会に広いとこでちょっと撮っときたいなっていうことで、GI コット2種です。この木フレームのコットンシートの方はこの間組んでた動画も上げましたけど、今まで使ってたやつよりちょっと程度が良くなったんじゃないかなと。特徴な、まあこっちはまあまあ比較的手に入りやすいアルミフレームとこうナイロンの生地のやつやね。僕のは多分ね、これ90年代ぐらいちゃうかな。まあ人に譲ってもらったんやけど、でまあまあ畳んだ時に最後これでベルトで締めるんやけど、そういうのやらないです。組む時はいつも本当やったらこのプラスチックの方を多分こっちにはめると思うんですよね。でないとこの多分このチョボのとこにダメージが行きやすいんで、金属とプラスチックやとこれでこれになってると思うんやけど、ただやっぱこの厚み分引っ張らんとダメなんで、もう僕はもうない方で組んでます。でしかもいつも横着なのは、3箇所はちゃんとはめるんですけど、最後の1箇所はいつもはめないです。ちゅうのはバラす時にね、難儀するんですよね。でこういう風にしとくとね、基本的にこの突っ張りはちゃんとあるんで、まあ不意になんか物ぶつけてね、ポロンと取れたりとかあるかもしれないですけど、別に危なくはないんでね。で木の方のフレームになるとね、この横棒の形が結構違うんですよね。この複雑というか、このちょっとねくびれが作ってあるんですよね。でも基本的にこのシート自体は互換性があるもんなんで、絶対ねこの木のフレームの方がこの引っ張る距離短くていいんやと思うんですよ。まあ向こうがフレームがちょっと短いとかね、横棒がちょっと厚みがないとか、ありゃ生地一緒でいいと思うんだけど、これ多分ね一緒やと思うんですよ。ちゃんと並べて検証してみよう。これを機にあんまり綺麗に並べたことないしね。よいしょ。どうや？フレームの長さか。やっぱりフレームの長さで見ると一緒なんじゃないですか？ここの位置で言うたら。だからこのくびれてる分だけ絶対これの方が短いんですよね。しかもこいつを正規の組み方してないんやから、本来やったらこれもっと引っ張らんとダメなんですよね。でみんなこれ使ってるのに難儀すんのは、結局このシートが縮んでこう横棒がちゃんと入らへんみたいなね。でも僕これ毎週組んでバラしてやってますけど、全然大丈夫です。どういう条件なんか分かんないですけど、まあしょっちゅう組むっていうことがまず大事なのかなっていうのと、まあバラした状態で放置しとくと、この引っ張った状態じゃない長さで縮んでまうのかもしれないですよね。で前にも説明しましたけど、どうしても組めへんときは、まあできたら天気のええときに、まあ冬でも別に一緒かな。水に濡らすと伸びる、簡単に伸びるんですよね。で、もう洗うついでにもうびっちゃびちゃにしてしもて、組んだ状態で乾かすと。そうするとこの組んだ状態でこう、まあ伸びるというか、定着するんでね、いけると思います。こっちのあのアルミフレームの方も、一時はね、組めへん言うてね、縮ましてもうて、組めへんかった時とかあったんですけど、もう今は別にちゃんと届いてるんで、まあ横着はしてますけど、まあ
これで木フレームの方もちょっとアップグレードしたかな。まあまあ GI コット的には私は現状満足。まあ、アルミ贅沢言ったらアルミフレームの古いやつも欲しいかな。まあ贅沢は言うまいってことね。ではでは商品代の紹介でした。